皆さんこんばんは、HKT48 の北川ヒーローです。本日も私のラジオ番組、アンビシャスヒーローが始まりました。イエーイ、やった。 はい、今回も始まりましたね。イエーイ。 1週間ぶりです。はい、ですね。はい、ご報告 最近の近況報告ですね。AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦のユニット戦で、私と、ななかと、伊沢美羽ちゃんの3人で組んでるユニットで、予選を突破することができました。イェーイ、おめでたい。やった。あ、イェーイ。嬉しい。なんかまさか、そうですね、まさか3人とも突破できるって思ってなくて、なんかギリギリで、なんか入れたら嬉しいよねぐらいで、結構願ってたんですよ。で、その放送日も3人で電話をしながら結果を聞いてて、結果を電話しながら3人で結果を待ってて、まさかの私たちの名前が呼ばれた時の、なんかもう、キャーがでかすぎて、もう面白かったですね。なんか もう本当に、特にザーチとかは、もう、なんか私たちの名前が呼ばれた瞬間に、なんかもうめっちゃ叫んでて、もう本当になんかさ、私も突破したことが嬉しかったんですけど、それ以上にザーチのその大声が面白すぎて、ツボにはまって、もうずっとゲラゲラ笑っててって感じで、3人で ワイワイしながら 予選突破できてよかったねっていう 話を しました。 はい、もう本当に嬉しくって、でもそのザワチの騒ぎ声が一番面白かった 印象ですね。はい、で本番もまた、そうですね、決勝に進めたということで、そう、あ、予選は7位だったんですよ。8組出場できて、ギリギリ7位に入れて、で、ラッキーセブンじゃないですか、7って。はい。で、その、決勝で歌う順番もそこで決定したんですよ、その放送で。で、それも7番だったんですよ。で、あ、7続き、めっちゃすごいってなって、で、そしたらなんか、ラッキーセブンやけ、いい感じやね、みたいなことを3人で話してたら、ななかが、なんか、私の名前も、最上ななかやもんねみたいな。 だって、あ、そうそうだねってなって、ななかたくさんうちのチームには あって、ラッキーなのかなって思って、ラッキーセブンで頑張ろうって感じですね、今。はい。 本番も決勝もあるので、それに向けてちょっと頑張って、決勝でもいい結果をね、3人で残せればいいなって思ってます。はい。そして、新チーム公演が開催、ん?さい。開始しました。イェーイ。で、その、そうですね。目撃者公演はその、前座、初日の前座で出演させていただいたっていうのは、前回のラジオで言わせていただいたんですけど、で、ここにだって天使はいる公演は、私、ゲネプロを見に行かさせていただいて、で、初めてその時に、直接、お客さんの席から、先輩たちのこのパフォーマンスを見ることができて、なんかめっちゃ、想像し、ここてんはめっちゃ楽しい公演っていうのを想像してたんですよ。でも、生で直接見てみて、めっちゃ楽しかったです。はい。もう正直に楽しかったですね。で、もうなんか、なんて言うんですかね。あ、そうです。私、劇場公演に見に行ってたので、なんか、こうやってメンバーになってからお客さんの席に座って公演を見ることがないじゃないですか。だからゲネプロで久しぶりにお客さんの席に座って、なんかエモかったです。エモって思いました。しかも楽しかったし、なんかちょっと一瞬勉強させてもらいながらも、一瞬ファンの頃の気持ちにちょっと戻った感じがして、すごく楽しかったですし、勉強させていただいて、もう楽しかったです。はい。はい。で、今月14日は高猫フェスもありましたね。はい。
神奈川県であったんですけど、わざわざ皆さん足を運んでいただいて、で、そして私のうちわを持ってきてくれてる方が結構いらっしゃって、めっちゃ見つけました。めっちゃ見やすかったんですね。しかも、その高猫フェスで私たち6期生は初めて生のコールが聞けたってことで、なんか結構みんなテンション上がってましたね。なんか、いつもステージ上でみんな楽しそうにしてるのはもう本当にいつも楽しそうなんですけど、なんかコールがあったからなのか心なしか、なんかいつも以上にみんながめっちゃスマイルでした。 バリスマイルで、あ、やっぱなんかコールの力ってなんかすごいんだって なりましたね。しかもこの日はバレンタインだったので、なんか結構差し入れで美味しいものをたくさんいただいて、めっちゃ 美味しかったよっていう 話なんですけど、そうなんです。なんか私人生で初めて白いイチゴ食べたんですよ。差し入れでイチゴをいただいて、赤いイチゴと白いイチゴあったんですけど、白があると思って、なんか白のイチゴ食べるのちょっと夢で なんかお高いイメージがあるじゃないですか、白いイチゴって。なので手を出せたことがなかったので、あると思って、ちょっともういただきましたね。白い、はい、めっちゃ美味しかったです。でももう本当に美味しくて、その日から、いちご食べてからなんか、ちょっといちごにはまっちゃって、最近めっちゃいちご食べてます。それぐらいもう、まあ白を食べてないんですけど、赤いいちごを 最近毎日いただいてるって感じですね。はい。近況はこんな感じです。じゃあ、それでは 今日もタイトルコールいきたいと思います。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 の北川ヒーローです。本日も私のラジオ番組アンビシャスヒーローが始まりました。イエーイ、始まりましたよ。じゃあここでは皆さんからいただいた普通オタを読みたいと思います。はい、ラジオネームヒュルケンさんからいただきました。ありがとうございます。ヒーロちゃんこんばんは。毎週土曜日夜の楽しみとしてこのラジオを毎回聞いているよ、うふふと とかでいじられたというエピソードを聞いて憧れのジーナを思い出したよ。あと前座ガールズでジーナの衣装を着られたという話を聞いて感動しちゃったよ。今は同じジーナ推しとしてヒーロちゃん一押しで HKT48 を応援、これからもラジオ楽しみにしてるね。ありがとうございます。嬉しい。うふふとかいじられたエピソード聞いて、憧れのジーナさん思い出したんですね。はい、なんか、あ、ジーナさん、確かに。なんか、ジーナさんいじられたら、耳が赤くなって可愛いですよね。はい、はい、ちょっとオタクな部分が出てきてしまったんですけど。まあ、この方もきっとジーナさん推しですよね。同じということで。気持ちが分かり合える感じですね。はい。あ、前座ガールズで衣装、そうなんですよ。ジーナさんの着させていただいたっていうのを前回ラジオでお話しさせていただいて、で、そうなんですよ。この前座でミニスカートの要請でジーナさんの衣装着たんですけど、それ以外にも今までに結構私ジーナさんの衣装をもう、ま、結構着させていただいてて、ちょっと発表しますね。ですね。リセット公演の前座、レモンの年頃の時に着てた水色の衣装も、あれは実はジーナさんので、で、リセット公演の本編でフルで出た時に着させていただいてた衣装も、実はあれはジーナさんので、はい。で、恋愛禁止条例公演のバックダンサーのノースリーブの衣装があったんですけど、その衣装も実はジーナさんので、はい。で、なんと言ってもというか、私の今の壁写真も実はジーナさんの衣装なんですよ。そうなんですよ。結構ありがたいことに私、ジーナさんの衣装を着させていただく機会が多くて、なんか嬉しいですよねってなります、本当に。なんか、あ、なんか今、あ、これは昔ジーナさんが着てたんだ、みたいな。で、それを今私が着ている、みたいな。そう、楽しいってか、嬉しいんですよ、めっちゃ。なんか、憧れてた人
ットの衣装を着ているってなんかなって、不思議な感覚になりますね。なんか着てジーナさんのが着てた衣装を着てみたいっていう夢は HKT 入る前からあったので、叶ってるっていうのがとてもすごく嬉しいし感慨深いですね。はい、嬉しい。じゃあ次の次のお便りをいきたいと思います。ラジオネームさと吉さんからいただきました。ありがとうございます。ひろちゃんこんばんは。去年福岡から東京に転勤になり、 HKT の関東のイベントには参加してきましたが、高猫フェスは重要な会議で参加できませんでした。高猫フェス声出しができるイベントで、ヒーロちゃんはコールする側からコールされる側になってどんな感じでしたか？あー、超絶可愛いヒーローってコールしたかった、泣き来てます。そうですね、初めてコールある会場ってなんか不思議な感じでしたね。私は実際にこうやって HKT48 の皆さんに会いに行ってた時はもうすでにコールなしの時代だったんですよ。そうなんです、はい、もう行こうってなった時にはもうなくって、でも映像とかではそのコールを聞いたことがあって、そのもう映像の中の世界って感じだったんですよ、私的には。コールが本物の生のコールを聞いたことがなくて、でステージ上で私が歌ってて、ステージから皆さんの声が聞こえるっていうのが、あ、これがコールかってなりました。めっちゃ、あ、これが噂のというか聞いてたやつだみたいな感じで。そうなんですよ、ステージ上で初めてコールを生で実感するという感じで、なんかすごくテンションが上がります。なんかいつも以上に、なんかなんですかね、なんかそうですね、なんかみんなコールめっちゃ喜んでたんですよ。でなんか柳瀬レイヤちゃんがいるんですけど、同期のレイヤが一人で歌うパートで超絶可愛いレイヤーっていうコールが来てで、そのコールが終わった後にレイヤーはちょうど私の横をなんか移動して通る、横を通る、私の横を通るっていう感じだったんですけど、その超絶可愛いレイヤーコール後の私のすれ違った時のすれ違いざまのレイヤーの顔がもう本当に超絶ニヤニヤでした。もうめっちゃ、もう満面の、なんか今までに、史上の、今までのレイヤー史上、一番ぐらいの満面の笑みをそこで見て、あ、やばい、コールの力ってなりましたね。そうですね、レイヤーも、HKT48 がもともと、好きだった側だったから、多分レイヤもそのコールに喜びが人一倍感じるところもあったのかなと思ってすごく楽しかったですね。よかった、レイヤの満面の笑みが見られましたね。はい、それでは今日も本日もこんな感じでよろしくお願いします。トットウトチャンネルキーステーションに配信中、北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。 HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、ゆるっとまったりおしゃべりしてます。あなたの耳の恋人になれるかも。毎週月曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。私をタグ付けしてください。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、マイペースに喋ってます。ここでしか聞けないことも話しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。みんな集合。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。
それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。変身博多のスーパーヒーロー北川ヒーロー。ヒーローの変身シーンには必ずセリフがあるもの。この企画では北川ヒーローの変身シーンのセリフをリスナーの皆さんから募集し、スーパーヒーローに変身できるかを検証する企画となっております。最後のセリフは博多のスーパーヒーロー北川ヒーロー参上として、そのセリフの前の部分を募集いたします。私がかっこよく変身できるセリフをお待ちしております。じゃあそれでは今日も早速いきたいと思います。変身します。元気に。はい。じゃあ、ラジオネーム、山、間違えましたね。すいません。伝え。はい。ラジオネーム、太鼓山さんからいただきました。ありがとうございます。じゃあ、いきます。世の中の悪事。悪事は私が、許さない博多のスーパーヒーロー北川ヒーロー参上。ちょっと待ってください。これ多分リスナーの皆さんは私が本当にやばい人って今思ったと思うんですけど、このうふふはちゃんと書いてありますから自然に出たものではなく、ちゃんとこの台本送ってくれたこの内容にうふふっていう文字がちゃんと記載されているので、そこはお間違いなく。でもなんかわざとウフフっていうの難しかったって思いました。でもなんかこの許さない、私がウフフ許さないウフフとか書いてるんですけど、このウフフ書いたのが許さない。逆に本当にウフフは意図的は難しいです。あ、自然、今のは自然ですね。はい。はい、じゃあ次、もう一個の次に行きたいと思います。ラジオネーム相馬さんからいただきました。いきます。この世の悪は12秒で片付ける、私の人差し指の銃弾でね。悪口を言うやつはシェカラシカ。私は74億分の1の君を守る。そう、私はいつかアイドルの王者になるのだから。博多のスーパーヒーロー博多の…あ、間違えた。北川ヒーロー誕生。悔しい、ま、結構今いい感じでしたよね。なんか結構私なりきってこの世界観に合わせて言って、あ、やばい、めっちゃ上手に言えてるって思った矢先の神でした。はい。ちょっと調子に乗りましたね。でもなんかすごい、これ HKT48 の楽曲をもう結構ねじ込みで、あ、すごいですね、 HKT っぽい。うん、HKT の曲ですもんね。はい。しかも、このアイドルの王者になるの、最後がアイドルの王者っていうのは、なんか、私たち6期生のお披露目の時に歌ったアイドルの王者だから、そうなんですよ。お披露目でやらせていただいたアイドルの王者を、なんか、最後につけるっていうのが、なんか、いい感じですね。本当に、なんか、いつか、そうですね、いつかアイドルの王者になるんだからっていう感じで、お披露目をしたので、はい。すごく私的には結構今までの変身セリフの中で結構上位で好きですね。めっちゃ好みです。はい。なんかでもただ噛んでしまったところがちょっと悔しいですね。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム太陽さんからいただきました。いきます。うふふとなんかの数だけ強くなる。そしてちょっとと結構の数でも強くなる。つまりどういうことかというと、ラジオをやるだけ強くなる。博多のスーパーヒーロー北川ヒーロー参上。まあでもそうですね、でもそうなのかな、まあそうですね、ラジオをやってとなんかを言ったら強くなるかはわからないんですけど、ラジオは多分じゃないですね、結構私にとって成長の経験値アップにつながる
このラジオだと思ってるので、本当にラジオをやるだけで強くなるは、まあ結構時間はかかると思うんですけど、地道に多分強くなってるのでと思いたいのではい、そうですね、いいですねこれ。でも本当にうふふとなんかの数だけで強くなるなら、もう多分私バリ強いです超絶今強いんで、そうですねはい、ありがとうございます。返信できましたかね今日も。でも、あ、もう絶対なんかね、今日いつもこの返信のセリフで噛んじゃうので、結構このセリフをちょっと練習したんですよ実は。はいはい、なのにちょっとこけましたねあんまり練習の意味をちょっと出せなかったので、ちょっと結構悔しい、正直結構悔しいです。結構練習、イメージトレーニングも したのでそうなんですよ、結構ここに力入れてます。はい、本当に変身するんでね私は。はいなのに噛んじゃいました次はもうもっと結構ガチで変身できるように頑張りたいと思います。はい以上ありがとうございました。以上、変身博多のスーパーヒーロー北川ヒーローでした。HKT48 の馬場彩香です。サガーズのお部屋、普段の私の会話をぜひ聞きに来てください。皆さんのお便りも読みますよ。毎週水曜日22時に HKT48.org チャンネルで配信中。みんな待っとうよ。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の密着はいぶきです。毎週木曜日22時に HKT48.org チャンネルで配信中。いぶくるの休み時間を聞いて明日からも頑張りましょう。HKT48 の自動エネルです。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、おしゃべりしてますよ。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週金曜日22時に HKT48.org チャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。なんか本当にいつも時間が経つの早すぎて、あっという間って感じですね聞いてる方もそんな感じなんですかねどうなんでしょうか。でもうふふとか、あ、でも絶対今回少なかったですよ私。口癖結構いろんな口癖、うふふと、え、そう、本当ですか、マジか。まあ強くなるんでいっぱい言っていきます。私はもうこれから、はい強くなるってさっき言われたんで、まあ口癖は悪いことじゃないんではい、そうですよ、はい、しかも結構リスナーの皆さんもね、あの私の口癖をいじってきたりもしてまあそれだけ愛されてるラジオ番組に慣れているってことですよね嬉しいですね、そうやってたくさん聞いてくださる方も結構 いらっしゃって、そうやってつぶやいてくれてる方もコメントしてくれてる方も結構いて、ちょっと嬉しいんですよね私的に。はい、それで毎回ちょっとコメントとかを読んで、あ、なんか次もなんか頑張っちゃおうみたいななれるんでそうですね、ファンの皆さんの力とかってもう本当に偉大だと思います。本当にそれで頑張ろうってなれるからはい、いつもありがとうございます本当に。ではじゃあ SNS でつぶやく際はハッシュタグアンビシャスヒーロー、カタカナのアンビシャスヒーローでつぶやいてくださると嬉しいです。はい、それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。